今回はウォーキングベースを使ったソロギターにチャレンジしましょう。曲はクリスマスに合わせてジングルベルを選びました。ウォーキングベースは左手の正確さと右手のリズムキープが大切になります。左手はバタつかないように小さい動きで押さえていきます。例えば1小節目から3小節目は人差し指を置いたままこの指を軸に弾いていきます。右手は親指で四分音符の一定のリズムを刻みます。後半はジャズでよく使用されるテンションコードがたくさん出てきます。タブ譜で一つ一つ確認しながら進めてください。